い、どうも、ブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。今回ね、また、食リポやります。つい最近ね、ペヤングの新商品の紹介をしたんですけど、今回はね、王道のカップ麺に新商品が出たので紹介したいと思います。王道というとね、これ私好きなんですよ。好きなのが日清さんのカップ麺で、カップヌードルあるじゃないですか。私日清のどん兵衛も大好きですし、カップヌードルも大好きで、子供の頃からよく食べてます。で、日清さんの商品っていうのはもう平均値がもう高いんですよね。どれ食っても大概美味しい、もう標準を超えてくる。だからほとんど外れはないって思ってるんですよ。その中で今回カップヌードルシリーズで新商品が出たので紹介したいと思います。それはどういうのかっていうと、こちらにじゃん、はい、カップヌードルのネギ塩カルビ、はい、これです。これね、絶対うまいやろ絶対うまいでしょ。もともとさ、ネギ塩カルビ、これだけでもうまいじゃないですか。この味をカップ麺で出してくるってなったらさ、もう外れるわけがないって、もう私勝手に断言してます。なおのこと、日清ですよ、カップヌードルですよ、まずいわけがない、そう思ってます。で、私もともと塩系のラーメンが好きなんですよ、塩味とか。だからこれ私にとってドンピシャなんじゃないかなとちょっと思ってます。じゃあね、早速ね、これからお湯を沸かして早速作っていきたいと思います。ちなみにね、この上にね、特製黄金オイルがついております。カップヌードルって大体ね、封を切ると特に中には袋とか入ってないんで、おそらくあとはお湯を入れるだけだと思うんですよね。早速作っていきたいと思います。はい、今ちょっとねお湯を沸かしてるんでね、沸くまでちょっと待つ時間なんですけれども、カップヌードルの話をすると、確かね、カップ麺の中で人気ナンバーワンっていうのが確かカップヌードルだったんですよ。いろんなカップ麺世の中にあるじゃないですか。で、中でもシーフードヌードルが確かね1位だったような気がする。で、カップヌードルシリーズっていっぱいあるじゃないですか。もう大概どれ食ってもうまいんですよね。で、その中でも私が一番好きなのは未だにノーマルのカップヌードル、これがね一番好き。もう昔から食ってるけど全然飽きない。どん兵衛と同じで全然飽きないんですよ。で、たまに食いたくなってちょくちょく買うんですけどね。で、あとね、カレーも好きだし、シーフードももちろん好きで、あとね、チリトマトとかも好きですね。結構一時期さ、カップヌードルの味をこう 2種類の味をこう合体させたやつあったじゃないですか。あれちょっとね、あんまり評判が良くなかったんですよね。例えば塩とシーフードとか、なんかそういう組み合わせであったじゃないですか。あれね、単品だとどれもうまいんですよ。うまいんだけど、あれ合体するとね、お互いの主張が強すぎていい感じで混ざり合ってなかったりするんですよね。それか、もしくは一方だけが強く出すぎちゃって、あれってこれミックスされたっていう味よりも普通に何々味なんじゃねみたいなそんな感じで、混ぜたメリットはあんまり正直感じなかった。あれ3種類ぐらいかな出たんですよね。あれ多分限定だと思うんですけど、私一応一通り全部食べたんですけど、全部食べたけれども単品で買ってる方が美味しいっていう結論に至りました実際のところ、あれだけがねちょっと残念だったかなって。ただね、別にまずいわけではないんですよ。まずいわけではないんだけど、これ混ぜるよりもピンで食べた方が絶対美味しくいただけるわって思っただけ。だから
カップ麺の中でもカップヌードルってどれも標準値を超えてると思ってるんで、今回のやつも絶対当たりだと思う、当たりだと思ってますじゃあそろそろね、あのお湯の方がなんかシューシュー音鳴ってきたんで、これからお湯入れてきます。はい、じゃあお湯入れてね3分経った頃なので、そろそろね食べてみたいと思います。で、この特製黄金オイルあるじゃないですか、これをね蓋の上に乗せて温めて、食べる直前に入れてくださいということです。じゃあ開けてみます。おー、あ、まずね香りがすごいね。お湯を入れる前だった状態だと、そんなにね匂いしなかったんですよ、しなかったんですけど、いざお湯を入れて出来上がって蓋を開けるともうすごい匂いで、これネギ塩カルビじゃないですか、なのでネギの匂いがすごい強いと思ったんです。でもね違った、肉の匂いがすごいする。むしろねネギの匂いをそんな感じない。じゃあこの黄金スープ、あー確かに黄金とまではいかないけど、ちょっと茶色っぽいような色がしてますね。はい、入れました。まあ見た感じは、あ、入れたことによって匂いがまたちょっと変わった、ちょっと甘い匂いがしてきた。見た感じこんな感じです。ネギはたくさん入ってます。これ以上傾けるとちょっとこぼれそうなんで、じゃあねちょっとオイル入れたんでちょっとかき混ぜてから実食ですね。このカップヌードルってさ、ノーマルもそうなんですけど、この肉これ結構美味しいじゃないですかこれ好きなんですよね。で卵もね結構大きい形ですよね。でちょっと気づいたのが、確かカップヌードルってさ、この蓋が新しくなってこの止める部分が2箇所になったんじゃなかったっけ。これ新商品なんだけど1箇所ですね。ビッグは1箇所なんかな、なんかな。これ炭火焼き、豚カルビの風味が癖になる。豚カルビなんですね。じゃあ早速食べてみたいと思います。あ、塩ラーメンっぽい色はしてるね。熱いな。私猫舌なんで。じゃあいただきます。一口目から焼肉感ががっつり入ってくる。焼肉の味すごいな、本当にがっつり入ってくる一口目から。口に入れた瞬間から、あ、焼肉やっていう感じ。ネギの感じはね、そんなにネギ結構入ってるんですよ、入ってるんですけど、もう焼肉感がすごい強い。うん、カルビの肉汁みたいな感じ。うん。ちょっとスープも飲んでみます。だけ飲んでみるとそこまでね、濃い感じはしないんですよ。うん、意外とあっさりしてる。もうちょっとその肉絡みなんで、ちょっとくどさっていうかこってり感があると思ったら、そんなことはない。やっぱり
塩だからかな、年塩だからかな、うん、いいねこれ。あの食べた瞬間にあの焼肉特有のあの肉焼いてるんでちょっとこう焦げ目の部分あるじゃないですか、その焦げた感じの味みたいのも入ってくるんですよ、ちょっと焦げ味っぽい部分も。なのであのそこがさちょっとアクセントっていうか、悪い意味で言ったら癖かもしれないけれども、そこが嫌いだっていう人もしかしたらいるかもしれないけど、でもねその後のその焼肉感みたいのがすごく入ってくるし、これさ総合的に言ってもいい線いってんじゃないかな、うん、今までのカップ麺のなカップラヌードルの中で。やっぱり食べた瞬間ちょっとあの肉の焦げ目も混ざってるようなその苦味とまではいかないけど、それがね一瞬もう本当に食べ始め一瞬最初感じるんですよ、口に入れた時なんだけど、その後こう肉汁感みたいなのがわーって口の中で広がっていくって感じで、それでいてスープがそんなこってりすぎないんで、スルスルとね次の一口また一口っていっちゃうような感じがします。これね今回私の中であの5つ星が満点だとすると結構いい線いくな、ちょっと迷うな迷うな、ちょっとこれ好みの問題もあるかもしれないんだけど、私の中ではねあの変な言い方かもしれないけど、カップヌードルのノーマルって醤油味じゃないですか。で、あれ結構ねスープがね濃いんですよ。濃いから意外とねビッグの方を食べるとくどく感じる人もいるかもしれないのね。でもノーマルよりこっちの方がまずスープはねそんなくどくないんですよ。くどくなくてその食を誘うその肉の香りとあと一口目のちょっと焼肉感みたいなの、それがねいい感じですね。でスープも飲んでも全然くどくならないし、あもう一口いっちゃうみたいなそんな風にさせる、美味しいですこれ。総合的に言って美味しいです。でもねごまでつけちゃうとな、星4.5 ってとこ中途半端で申し訳ないんですけど 4.5 ってとこです今回は。まあ今回ねこの新商品カップヌードルネギ塩カルビ非常にね万人受けする味じゃないかなこれね、うん、意外と誰でもいける。別に塩味が好きな人だけ食べろっていうわけじゃなくて、醤油味が好きな人、味噌味が好きな人でもいけんじゃないかな。ただ肉が嫌いっていう人だったらもしかしてこれちょっとあかんってなるかもしれないけれども、そうじゃない限りはこれ万人受けする美味しいカップ麺だと思います、うん、なので皆さんこれ見つけたらもしよかったら一度買ってみて自分で食べてみてください。美味しいので。じゃあ今回の食リポは以上です。じゃあまたね、バイバーイ。